2023年12月9日の新大阪駅です。今から東京コミコンに行くため東京に向かいます。缶コーヒーで窓際でくつろぎ、2時間30分後12時前に東京駅に着きました。新幹線はやっぱ早いな。東京駅から20分ちょいぐらいで海浜幕張駅に。もう千葉県。駅から降りても幕張めちゃ遠いな。10分ぐらいで歩けるでしょ。着いた。スパイダーマン一体いる。キノコ狩りの男スパイダーマン。東映版。入場で持ち物検査受けた後、さらに奥へ行きます。新幹線で飲んでた缶コーヒー没収されたな。悲しい。缶と瓶はあかんらしい。まだ歩くか。大阪コミコンとえらい違うな。着いた。ここのショップはやっぱり行列すごいな。スターウォーズとマーベル。最初に特撮作品のフィギュアがあるブースに、マイナスワンのゴジラ、キングコング VS ゴジラ、ゴジラのエヴァ、人気なやつら、ざっくり、ガメラ、バルタン軍団、次はギャロミさんのブース。ソフビが一体だぞ。ギャロミさんのはインディーズソフビ界ではトップクラスの人気。手に入れるのは抽選もあり、なかなか困難よ。お昼ご飯なんか食べよう思ったけど無理。人でもう風景黒い。 B 先生、リアルやな。シュワちゃん、ターミネーター、ビートルジュース、食べられそう。グレムリン、リズモ、かわいい。ジャッジドレッド、スタローン、007、バットモービル、金持ちマシーン。バットマンの特殊能力はリッチやからな。ナイトライダー。このジャケットは大阪コミコンではなかったような。スクリーンブースは今回も諦めました。入れる気がしない。アベンジャーズブース。アベンジャーズの歴史がまとめられてるぞ。これを載せた小冊子欲しいよな。鍋や缶さんのブースでターボレンジャーのレッドを演じた佐藤健太さんと写真を撮ったぞ。レッドターボ。マスク持たせてもらったで。昨日は大ピンクの佐藤珠緒さんがいたようだな。スパイダーマンが東映のスパイダーマン歌ってました。マンド、かっこいい。グッズ買いたいな。90分待ちはきついよな。オーディブルのブースで初代スケバンデカの斉藤由貴さんを見れたぞ。古田新さんもいたぞ。最初のセレブとの時間になったので、セレブエリアに向かいます。人多すぎだぞ。マジ列がわからんかったのでスタッフ 2,3 人に聞いた。というわけでトム・クレメンティエフちゃんと。トムちゃん、お前ハートがずれてるぞ。普段しないからむずいね。実写版ワンピースのフィギュア、真剣佑。スターウォーズ、マジかっこいい。スパイダーマン、モードック、顔リアルすぎやろ。ワンダお姉さん、エリザベス・オルセン、コミコン来てほしい。昔からずっと言うてるなお前。マンプス、さっき中の人と撮ったな。そのために今回大阪から来たんだぞ。感激。トビーのスパイダーマン、ベノム、再びスターウォーズ、ベイダー教、スパイダーパンクかっこよ。これいいな。プロレスやってました。ミュータントタートルズ、カメさん、マッツが乗ってるぞ。落ち着け、お面だ。お面欲しかったな。スターチャンネルさんのブースで無料配布してたらしいな。ジョン・ウィック、今年ロックスターのライブで本物キアヌ見れるとは思わんだ。コミコンはギャラが高そうで無理そう。サウスパーク、こいつらもいるのか。アベンジャーズ、アッセンブル。時間が来たのでトムヒト撮影へ。トム・ヒドルストン、めっちゃ高かった。待機列半端なかったな。やはりここは無理か。もう入場はストップしてたな。悲しい。大阪でリベンジしよう。いいショーが爆発したコミコンくじの 20% オフクーポンでアベンジャーズ T シャツ買ったで。コミコンショップでセール品2000円が1600円で買えたな。クローズの20時前になったので帰ります。宿泊先に GO やな。さようなら東京コミコン2023。幻の2020年の東京オリンピック。2021年開催になったもんな。来年来るのかな。セレブ次第だろ。というわけで次の日の12月10日の晩に帰ってきました。実はアクアマンのムビチケ買いました。チラシも1月12日公開。2024年初映画になりそうだな。コミコン会場でムビチケを買うと特典にコミックがもらえるのです。日本語と思ったら英語だった。
イングリッシュ弱いわだもんな。カメラ使っての Google 翻訳使えば読めるかも。そんなんするから喋れんのだぞ英語。あとイラストブースで可愛いの見つけた。イラストレーター松村あさみさんのブースでミニポスター買いました。レトロキュートやな。それとステッカーモンスターやな。全部可愛い。あとおまけにスクエアシールもらいました。ええな。名刺も入ってた。ブルースカイってなんやろ。かき氷のシロップ。それはブルーハワイ。というわけで東京コミコン2023のレポでした。約半年後の大阪コミコンは行くのか。行くけどツーショット撮影やサインはセレブ次第かな。そんなん言うて絶対誰かと撮るでしょ。ではでは。